皆さんこんにちは。古墳に興奮、今日は、熊本県阿蘇の、上御蔵古墳の中にいます。本当にすごい石室で、以前ちょっと私知り合いをここに連れてきた時にですね、なんかエジプトのピラミッドとか行きたかったけど、日本にもこういうのがあるんだっていうですね、話にそういう感想を持たれるぐらいすごい石室です。それをちょっと今日お伝えしたいと思います。ここが、石室の入り口に当たる部分ですね。何よりもこの、石棺の蓋ですね。これがまたすごいです。ですね、これですね。で、奥にする壁があるんですけど、大きな石ですね、になってます。でこういうふうに、天井がこういうふうにあってですね、石が、組まれてですね、空間ができている状態ですね。自由にこうやって入れる古墳ですね。日本には宮内庁御陵墓といった天皇家の墓とされるところとかって、自由に入れない古墳とか、あるんですけど、ここは自由に入れてですね、本当すごい場所です。あんまり知られてなくてですね、今とても涼しいです。外ちょっと暑いぐらいだったのに、この中は涼しいんですよ。ここはもう本当最高ですね。意外に詳しい方でもここに、入ったことが、近辺でですね、これに詳しい方とかでもあんまりここに入ったことがなかったりとかですね、して、ネット上とかでもあんまり情報がないですね。私は最初に来た時は、ちょっと近所の人に聞いて、やっと分かったというか、そういうところです。
気をつけないと。あ、ちょっとゲジゲジは言うつけない。壊れない。襲ってきやがる。だから光当てたからですよね。刺激が足りてないから。気をつけてもいいです。ほっといてもいいです。外から見るとこんな感じですね。早見か玉飛び子との他ですね。この円墳の直径は約33メートル、高さ 5.3メートル、内部は複室からなる、ちょっと 複数の部屋が分かれるような形になっていて、奥行きが全長約10メートルですね。これを1500年前に作ってたって考えると本当にすごいです。全部人力手作りで作ってますから、これ昔の人ってすごいなって思いますね。今回はまあ懐中電灯とか照明をいっぱい持ってきてるんですけど、そういったものがなくても、ここで電源を入れると室内の、電気がつくよう、電灯がつくようになってます。まあ、ここから見た角度ですね。
漢字と王の字見える。
ないよって、ちょっとあれですね、ここに月出てるんですね、ちょうど月太陽ですね、ちょっと見えないです、
ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは他にない視聴映像を踏まえ深掘りしていくので最後までご覧ください。古宮古墳、被葬者は壬申の乱で活躍した大北の君江坂が推定されています。九州で唯一の巨石をくるぬいて作られた石棺式石室があります。古宮古墳とは別に、この辺りには卑弥呼の時代に作られたと言われている前方後円墳、蓬莱山古墳があります。いつか動画にできたらと思っていますので、チャンネル登録お願いします。以前公開した別の前方後円墳に特化した動画もありますので、もしよければご覧ください。チャンネル登録お願いします。このジグザグした坂道を登ります。向きを変えると遺跡の近くに藪があったりするのも一つのパターン、何かあるのではないかととてもワクワクするのですが、大体禁足地になっていたり、石一つも持って帰ってはいけない、持って帰ればたたりがあるとか、そんな言い伝えがあったりします。まあ真偽はさておき、現代では普通に文化財保護法違反ですね。違法行為にあたりますのでご注意ください。この辺りは住宅街、古墳がある場所としては珍しく街の雰囲気ですね。古墳マニアとしては新鮮に思います。現在地、ネットの口コミでここの坂道が長くて登るのが大変とあったのですが、地形に対して最短距離で登ろうとすると直線の道になり、傾きがきついと登りづらく危ないので、わざとジグザグにして坂道を緩やかにし、安全に登りやすくしているのでしょうね。長くはなりますが、道中も楽しんで登れたらと思います。別府湾、別府湾にて1596年大地震で沈没したと言われる雨竜島伝説があります。日本のアトランティスと呼ばれ、調査により島はなかったと言われているのですが、実はという面があります。詳細が分かりましたら動画にするのでチャンネル登録お願いします。愛してるぜ雨竜島。そしていよいよ登場、下りの階段映像は省略。皆さんこんにちは。今日は、日本書紀にも、登場する、日本書紀に登場し活躍が伝えられている大北の君江坂、若見の、まあ、江坂の方が有力だそうなんですが、そちらがまあ祀られている古宮古墳に、来ています。まあ、風水だとですね、北側背後に山を背負う、まあ、要は現代的におそらくセキュリティだと思うんですよ。背後にはあの山があってこう侵入できないというか、で南側は川があるってなって、ここ高台でちょっと川は映らないんですけど、おそらくまあこうやって見渡せるとですね、それこそこう遠くから何が来たとか、こう何があったとか確認しやすいので、だからあのこういう地形のところに結構その古墳とかですね、山城のとこあったりする高台で見渡して、で背後がこう山があってですね、まあそういう風にして風水的なこともおそらく配慮して作られているんだろうという、古墳です。ではそれではちょっと行かせていただきます。すみません、ちょっと一旦止めます。失礼します。あ、すごいですね。あとちょっと
周りがコンクリで固めてあるからっていうのもちょっとなんか最近建てたと言われてもなんか違和感なさそう。かなりの岩が大きいですね。すごい大きい岩がのようになって失礼します。なんかこの石棺がですね、要は複製のものが置いてある古墳とか結構あるんですけど、こちらはですね、本物という本物というか、まあ、すごいですね、石が大きいですし、この上の石もすごいですよね。これをここに運んできて積むというのが、景色がすごいいいですね。最高ですね。これがまあちょっと上からです。こんな感じですか。そうですね。独自構造の石棺式石室。要はやっぱそうですね。大きな石棺って感じなんですよね。で、石室、要はこの このまあ 石の部分というか、ここら辺がもう丸ごと石棺ということですよね。相当でかい石棺ですよ。なんか洞窟的に捉えてたら大きさがなんか感じ取れないんですけど。これ丸ごとでも石棺ってことみたいですね。ってなるともう今のエジプトとかにあるのもすごい立派ですけど、基礎的にはやっぱこれかなりすごいですよね。この、壁のなんか装飾が特別なんかあるということはないですよね。なんか書かれてるとか。すごいな。なんかすごい不思議なあれですよね。結構。周りがちょっときれいに整備されてあるんで、なんかいつもなんか山奥の割と荒れた古墳とかに行ってると思うんで、ちょっとすごい不思議な、周りがこういうあれですよね。やぶになっておそらくいじれないというかですね、ようにしてあるんですけど、ね、なんか なんかあるかもしれないですけど、まあそんなになんかあとよく目に見えた金銀財宝みたいなのはないんですけど、そう大概ないのが普通なんですけど、なんかまあ何かしらですね、なんかちょっとこういうところやと思う。基本的にはもう金属地というか、古墳の近くとか、割と、こんな感じになっているところは、意図的にまあ、してるんでしょうけど、立ち入らない、こう、いろいろ石一個持って帰らないみたいですね。昔は風習的にその持って帰らないのが、正しいって話だったんですけど、今はその文化財保護法的にダメです。法律的に持って帰ったらダメなんで、皆さんご注意ください。こういう古墳のあるところですけど、根の張り方が
昔からある木だからです。しっかりなんか要は根が張ってるとこの土砂崩れとか食い止める役割もあるんです。木の根が張ってあると、だからそういう木が、だいたいなんかまあ意図的に埋めたのかわからないんです。木があって大きくなって根が張ってて崩れないところに結構古墳があったりするんですよ。九州山地、日本書紀に登場する稲葉川、不思議な岩穴と生きた岩室の土蜘蛛、皆さんこんにちは。今日は一ノ地横穴古墳群に、来ております。こちら、横穴古墳ですね。一ノ地という地名は、市ですね。昔の市場の市だそうで、この辺が市だったそうなんですよ。で、その名残でこういろんな名字の方が、いらっしゃるそうで、そんな大きくない地区なんですけど、いろんな名字の方がですね、その昔市だった名残から、いろんな名字の方がいらっしゃるそうです。でこちらはこういうふうにですね、神社になってるんですが、ここにこういうふうに横穴がですね11基ということで、こちらにはですね11基全部が、今はこう丸々簡単に見える感じではないんですけど、なんか今日ですね、なんか撮影してるとやたらと人が通る感じですね。あんまり普段、結構意外になんか、普段撮りに来た時は全然人がなんか通らないですけど。もうずっと、熊本の菊池とか、山形とかの方に行くと、装飾壁画といってですね、すごいなかったです。そこも横穴が非常に多くてですね、同じような何か文化というかですね、これがまたすごいんですよ。でちょっとここに今この何か模様がこう円になってるような模様がありますけど、その山側の方の装飾壁画なるとかなり本当すごいこう模様が描かれたわけですね。こちらがですね、こちらにもあるんですよ、横穴が。さらに高いところにあるんですね、こっちに行ってくると。ちょっとなんか塞がって見えないんですけど、こっちにもありますね。1、2、3、4、ここですかね。
西側のがまた偉い不思議な感じというか、すごいですよね。これに関しては結構もう地面からの高さがかなり出ますね。3、4メートル。5メートルは多分ないと思うんですけど、これがですね、大概ですね、ここが紹介されてるときって、あんまりこっちの裏側の穴は紹介されてないんですけど、あ、ちょっとまた落ちました。まあ、ここはですね、その、日本書紀にも登場した、登場する、稲葉川ですね、の流域の上流の方なんですけど、日本書紀の中で岩室の青と白を、なんか、まあ、大和朝廷側が倒したという記録があるんですけど、その時岩室の土蜘蛛青と白の、まあ、白がですね生き延びてって、この向こう側にずっと行くと白煮ってところがあるんですよ。白炭って書いて白煮ってところがあるんですけど、だからその岩室の土蜘蛛青と白の白が生きてたんじゃないかという説があるんですね。ほんとそんな話ほとんど誰も知らないですけど。まあ、それ、まあ、もう別々のところで私はちょっとその記録を見てですね、あ、そっか、白煮ってそういうことだったんだ、白煮って地名がちょっと珍しいですよね。白炭って書くんですよね。側にもこれもまたほら、あの、あ、穴の形が違うじゃないですか。ああいう、屋根型というか、あの、家型ですね。家型のこういう穴と、こっち側の、悪い感じの穴ですね。これはあの、滝尾百穴でもなんか両方ありましたよね。こういう種類の。だんだんこういろんなところで見てると、種類がよく分かってきますね。一の地から少し下流に下平田に移動します。ここも知られていない不思議スポット。こちらがですね、神武天皇の兄三木義信こと三谷さんのご先祖ですね。三谷さんってちょっと募集しましたけど、まあ、高地方から弓矢を放ったこの石に命中したという
一節があってですね、でこれがですね、ここにも平田の高千穂神社と書いてるんですけど、これがですね、まあ神社の分社っていろんなところにあるんですけど、こちらにしてもまああんまり直接的な関係とか特にないのかと思ってたんですけど、この辺にこの高千穂神社、宮崎の高千穂神社との、まあ、の分社があってですね、でお祭りの時に宮崎の方から神官の方が来たりするそうなんですね。で由緒あるという本当につながりが高千穂神社とあるということを最近知ったんですけど、これはすごいですね。それ変わらんですけど、それがまたですね、すごいですね。中央線を設備なんか神殿の柱みたいなのが連なってる感じで、本当はこう破るとかなかったら、ね、分かりやすく見えるようにと思うんですけど。今度は川を越えます。下平田から潮月に移動。稲葉川の潮月橋を渡ります。この辺りに、ああどうも、ああです。何しろ話しかけたら偶然親戚でした。ここの横穴には一度しか行ったことがないということでしたが、大体の場所が判明。ああすいません、ありがとうございます。特別に撮影、それではいざ。結構なリスですね。どうやったら入っていけるかもよくわからない、ね、あ、これはすごい。あ、初めて見た私が。石垣組んであるな、ここ。すげえな、いつの時代のもんだろう。来たね。うわ、ちょっと
いけ。マジマジマジ。これは、ちょっと、恐れ多いな。すみません、失礼します。これですよ。こっち側がですね。ああ、機械がちょっと落ちそうになってる。岩肌にこう掘ってますけどね。すみません、失礼します。そこの×××の血筋のものです。怪しいようではありません。これ深いですね、相当中。いけるかな。すみません。朱が塗ってある。うわ、すごいですね、中も。手前がこういうふうな、削ったんですかね、刃が。大丈夫です。よし、深いですね、結構。血が塗ってあるし、立派なもんですね。と入っていけそうな、こんな感じになっちゃって、よいった。念のため違う角度から確認。ちょっと、いや、そうだね、多い。さっきの向こう側がさっきの立派な向こう側だったんで、なんか関係性があるかもしれないですね。で、この程度こういうふうに見られる、これ確か光ゴケでしたっけね。あ、そうですね、この穴はさっきの向こう側関係ありそうですね。まだまだありそうでした。すごいですよね。この史跡に関しては全国的な史跡のデータベースにも記録がありませんでした。しかし見るからに古墳でしょうね。貴重なものが見れたかと思います。さて、今回は対策を作り込んでみましたが、いかがだったでしょうか。 YouTube の高評価ボタンをクリック、もしくはコメント欄に感想のコメントを書いてください。そしてチャンネル登録お願いします。
ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは他にない視聴映像を踏まえ深掘りしていくので最後までご覧ください。今回は以前公開した動画を大幅にリメイクした動画です。以前の動画を見ると面白いのかもしれないのでご覧ください。チャンネル登録お願いします。中通り古墳群には12基の古墳があります。その中でも熊本県内最大の前方後円墳長目塚古墳、全長 111.5m、 映画幻の邪馬台国に登場。この古墳から推定年齢35歳女性の頭蓋骨や銅鏡などが出土。埋葬されているのが女性だからと卑弥呼とは思いませんが、防制の銅鏡も出てるし興味深いですね。女王が存在したのか。以前公開した動画に別の卑弥呼の墓と言われている古墳の動画があるので、もしよければご覧ください。チャンネル登録お願いします。この辺りには阿蘇地域を支配していた阿蘇の君一族が葬られているそうです。現在は12基の古墳が水田の間に分散してあります。かつては14基が存在。こちらも映画幻の邪馬台国に出た車塚古墳。以前スタッフが車塚で撮影した不思議な映像。全体像、不思議な虹ですね。中通り古墳群の全体を見渡すには小高い小嵐山から一望する方が多いようです。古代遺跡の集合体である中通り古墳群、その空撮映像はナスカの地上絵のようだとも言われています。今回意外な共通点に気づきました。それはナスカの地上絵を作るとき、まず雛形となる小さい見本のようなものを作り、その後に大きなものを作っていきます。1メートルの絵を描いた後に3メートルの絵を描くのは割と描きやすいこと。その原理で考えると理解しやすいかと思います。とはいえナスカの地上絵は広大なのでとても強い意志が必要ですね。一方古墳は、古墳の形を考え小さな模型のようなものを作ります。それを大きなものに置き換えて計測して作る点でナスカの地上絵と共通しています。地上絵だと溝を掘って線を紡いでいきますが、古墳の場合立体になり土を積み石を並べたり大きな石を組んで石室を作るので大きく異なりますよね。ミステリーサークルの場合、当初宇宙人や UFO が作ったことが考えられましたが、作った人が名乗り出たことにより人為的なものであることが判明しています。こちらも基本的に大まかに形を考えることから始まるのですが、設計は等倍で作物を倒して形を整えることになります。ミステリーサークルは比較的新しく現代的なものなので根本的に異なりますよね。地上絵も古墳も形や作りによって方法が異なる時があります。諸説ありますので、あくまで一般的な説を踏まえて今回は共通点を見出そうとしてみました。また何か分かりましたら動画にするのでチャンネル登録お願いします。大観望。大観望展望所。
大観望はジャニーズの嵐が出演した JAL のテレビ CM に登場。とても有名なスポット。古代にはここに阿蘇の西の砦があったそうです。雰囲気がありますよね。展望所から中通り古墳群のあたりが見えます。大観望展望所と中通り古墳群の位置関係、展望所から東に移動すれば古墳群が見やすいところがありそうですね。いつかそんな光景が撮影できたらと思っていますので、チャンネル登録お願いします。いつも阿蘇大観望に来ると思うのですが、阿蘇の地形はあるものを彷彿させます。アフリカ大陸サハラ砂漠にあるアトランティス大陸ではないかと言われている環状構造の地形です。また誰も言ってないんですが、阿蘇アトランティス大陸説、いや九州アトランティス大陸説、ロマンがありますよね。まあそのぐらい阿蘇の光景はすごいということで、この動画をバーチャルトリップ的に見ていただけたなら嬉しいです。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは他にない視聴映像を踏まえ深掘りしていくので、最後までご覧ください。蓬莱山古墳丘陵の上で4世紀頃に築かれた前方後円墳、卑弥呼の時代に築かれたと言われている蓬莱山古墳は大分県大分市庄野原にあります。近くに古代史上最大の内乱、壬申の乱で活躍した大分の吉備江坂の墓、古宮古墳があります。以前公開した古宮古墳の動画もありますので、もしよければご覧ください。チャンネル登録お願いします。白い鳥居と玉砂利、いかがみ方古式の前方後円墳、墳丘が残り周りに掘られた溝が確認できます。周口外側をめぐる溝、この溝に水が溜められていたことが考えられます。全長60メートル、周口を含めると80メートル。溝に秘められた意外な真実、前方後円墳の周口に水が溜まっていると防御性が高まります。川に囲まれた土地が安全なのと同じ原理です。現代的な橋がない古代、周口が前方後円墳の成立を導いた。こちらは円形周口墓、陸橋は小さいです。陸橋が大きくなり発達したものが前方後円墳ではないかと推測されています。
ざっくりイラストで説明すると、円形周交部から前方後円墳への変化、川を渡るために橋がかかり、それが発展していった様子と重なります。前方後円墳は上空からの鍵穴型が有名なので誤解されやすいです。地上の角度、目線が大切です。江戸時代に描かれた円形周交部、少し UFO 感がありますね。資料等にないことで気になることがあります。終帝堤を視認することができるのですが、外側にも一本の線があります。測量図を確認すると、内側の線を計測しているように見えます。となると、現在80メートルとみなされている全長は、実はそれより大きく100メートルぐらいあるかもしれません。後円部を横から測量図と比較、墳丘近くの周高、今回行ってみて驚いたんですが、井戸があり、中から水の音が聞こえます。かつてはこの水が周高に行き渡っていたんでしょうね。墳丘近くの周高、昭和47年1972年頃の円形写真、壺型埴輪が見つかっている一方で円筒埴輪が用いられていないことなどから、4世紀に築かれたと考えられています。これはこの後の時代、古墳時代中期だと壺型埴輪は円筒埴輪に刺して建てられていたそうなので、それがなかったからということでしょうね。卑弥呼に魏の国から贈られた銅鏡として三角縁神獣鏡が有名ですが、近くにあった亀甲古墳にて出土した三角縁三神三獣鏡、推測ですが大分福岡等の近隣の遺跡からも出土しているので、宝来山古墳にも同様のものがあったのではないかと。長い年月の中で埋葬品は紛失盗掘されることが多々ありますので、序福伝説、序福は始皇帝の命を受け不老長寿の薬を探し、3000人の大船団を率いて日本にたどり着いたと伝わっています。宝来山は不老不死の老人が住んでいたと言われていた仙境、日本全国に序福伝説は残るのですが、宝来山と呼ばれる前方後円墳が複数あります。大分の亀塚古墳、地元の方の話だとこちらも宝来山と呼ばれていたそうです。近くの幼稚園は遠足でここに来るそうです。古墳マニアとしてはとても羨ましい遠足です。当時は整備されておらず草ぼうぼうだったとか。今回資料となる写真をいただきました。ありがとうございます。
卑弥呼、邪馬台国、諸福、蓬莱山。伝説の真偽はわからないですが、長年親しんだ地元の人にとっては魂の一部と呼べる場所。この動画をバーチャルトリップ的に楽しんでいただけたら幸いです。失礼します。結構ありますね。現在佐賀の関は大分県ですが、以前は肥後熊本藩の飛び地でした。昔は今の大分県の中にも熊本県があったわけです。藩を行き交うにも通行手形が必要だった江戸時代のこと。今の都道府県を移動するのとは違い、何気に興味深いですよね。タコがですね、その神の神剣ですね、神の剣を、守っていたんですが、それをご神体として、こちらに、祀ったのが、始まりだそうです。はい、今度は、先ほど言ったのが早瀬姫神社だったんですが、その早瀬姫が、埋葬されていると言われている築山古墳の方に、来ていました。こちらは前方後円墳でですね、で、石棺から、集められた多量の朱が、こういうふうにですね、今なんかこういう亀に入れて保管しているそうなんですけど、この辺にですね、この辺にニューという地名のところがあるんですけど、ニというのはですね、州を表す言葉なんですね。以前このチャンネルでも白ニというところを紹介したと思うんですけど、あれもですね、ニーですが関係しているんじゃないかというところで、横浜名簿に確かにそういうなんかニーの漢字の原型みたいな模様があるんですよ。丸に点が入ってて、なんでちょっとそこら辺の関係性というかですね。で、この近くに以前ご紹介した亀塚古墳というのがあるんですけど、あそこもそれこそニュー川が通ってるあたりなんですよ。なんでこちらの方も、このいわゆるベンガラ、眉毛の詩ですね、神社神道的には眉毛の詩なんですけど、こちらがこのように34キロ分ぐらい集めたなという話になって、これが水銀詩ですね。いわゆるこれがニと言われるものですね、だったりをしています。全長約98メートルの前方後円墳、この天部ですね、天部では亀塚古墳に次ぐ規模を誇るということです。亀塚古墳というのは以前、動画で紹介した古墳ですね。
でほぼ同じ時期だそうです。約1600年前。今こうやって見るとこの後ろがその築山古墳なんですけど、非常に大きいですね。こちらでまあ石棺が、発見されたということで、まあ、やっぱこういうあれですよね、出土品がまたすごいというか、鏡も出てるんですね。刀が、剣ですね。まあ、こういうのってやっぱ実際ポッと見つけたらなんかちょっとわからないような鉄の中の錆びた感じのあれなんですけど、やっぱ石とか貝とかって原型がかなりはっきりしますよね。あと鏡も模様が残ってて、そうですね、臼杵市にもそうなんですね、石棺があって、また非常に珍しい古墳があるんで、ちょっとまたそれはまた別途ご紹介したいと思います。スイスカ古墳、前方後円墳が結構多いあたりですね、この辺は。一説によるとですね、こちらに祀られているのが卑弥呼かもしれないみたいな説があって、ちょっと私あんまり邪馬台国が興味がないんですけど、やっぱりなんか本格的に学術的に考古学やってる方で、あんまり邪馬台国に興味ある方っていないというかですね、ちょっと確かなもんなんで、まあ、現存しているものでこう学術的にこのまあ客観的事実として導き出されているものを中心にやっていくのは考古学なんで、ちょっとまあ卑弥呼の墓かどうかというところは置いといて、まあ、早姫ですね、やっぱ早姫神社があって、そういう早姫という方がいらっしゃったということ で、こちらがまあ1932年に、女性1名、男性3名が、発見されているということで、まあ、そういう意味で非常に興味深い石ですよね。石が石棺に使われている石と同じものだそうです。結構ありますね。すごいですね、ここが力持ちあるんです。
以前弊社のスタッフが来た時はちょっと撮影がカメラが故障して撮影できなかったそうなんですけど、私は今日はなんか問題なくできてる。あ、ここに石岩があったんですかね。またすごいですね。失礼します。これはなんかパンフレットみたいな。寸断されてますけど、このようにさっきの分球の頂上の地で降りて、じゃ前方陸橋の方ですね。本来であればここがつながっているということですね。あーけどやっぱり海が見える。海が見えますよ。すごい。少し上がっていただきます。大きいですね。全長やっぱ98メートルと。あの辺からこうずっと行って。ずっと気づいてなかったんじゃないかなというところですよね。あり、あー素晴らしい、よかった日で。アマテラスの天で行きますけど、今日は空と海をアマって言いますけど、まあ、アマベのアマですね。なんですけど、やっぱこうやって見るとこう空と海がこう混ざり合ってるような感じなんですよね。そう考えると古代の人たちというのは、天と海の交わるところを見て、
この動画を見ていただいている方に感謝と敬意の気持ちを表したいと思います。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは他にない視聴映像を踏まえエンタメ的に深掘りしていくので、最後までご覧ください。ゆるアースで宇宙から見た光景。多郷百穴横穴古墳群。古墳時代後期、6世紀後半の古代遺跡です。大分県大分市波多にあります。中学校のグラウンドと隣り合わせ。電話で詳細を確認したところ、多郷百穴は指導になるので自由に入っていいそうです。このように池尾中学校と多郷百穴が隣接している形ですね。まあ野球のボールが入っていくとかいろいろありそうな感じはしますけど、考古学マニア、古墳マニアとしては非常に羨ましい環境ですよね。とはいえグラウンドを通過するので授業や部活がない日時を選んで行ってみました。この辺りは写真で紹介されるときにあまり映らないですね。その点貴重かもしれません。意外なところにもありそうですね。多郷百穴には84の横穴穂があるそうです。ここにもあります。この辺りからが知られている感じですね。地主だった方の話によると、戦時中は迷彩色で塗られていたそうです。こちらは防空壕として活用されていた穴。ウサギ横穴穂といっても様々な形があります。開口部が長方形や正方形、家型っぽい形ですね。二重額縁、このような横に長い形もありますよね。こんな高いところにも。現代の足場のようなものもなく、どうやって作ったんだろうという感じですが、横穴穂の中に穴があります。こちらにも、こちらにも。崩落箇所、崩落箇所に見える穴の痕跡。遺跡から推測するに、横穴穂の中の穴で移動できた可能性があります。こちらはトルコのカッパドギアですが、完全な通路があります。こちらもカッパドギアの写真ですが、かなり多郷百穴テイスト。こういう写真を見ているだけでも癒されますよね。話は多郷百穴に戻りますが、つながっているのであればこの方向で移動していけそうですね。つまり内部から上に上がれるかと。遺跡の保護保存状態から言って入るのは禁止だろうから推測のみとなります。この遺跡を見るといつも思い起こす施設があります。それは絶景芸術スポットサグラダファミリア。2026年完成予定の世界遺産。
カトリック教会のバシリカ。着工から150年、300年以上かかると言われていましたが、現代の建築技術により2026年に完成するそうです。サグラダ・ファミリア生誕の門は一部を福岡県出身の彫刻家外尾悦郎さんが手掛けたそうです。一の地横穴古墳群、九州山地。古墳時代後期、6世紀末頃に作られた遺跡です。11基が確認されています。種が特徴的ですね。一文字横穴古墳群周辺の光景、棚田が多々あります。こちら側にも、ここからインドネシアのタタトラジアに移動。インドネシアにも棚田があります。トラジア族の岩窟壺。インドネシアの方が一文字横穴棒を見て、トラジア族の墓と似ていると言っていたそうです。そこでこれらを踏まえて、なんとなく気になったんですが、サグラダ・ファミリア、桜、カッパドキア、カッパ、トラジャ族、トラと思っただけです。最後に、偶然ここの人士だった方と話した時の映像の一部を紹介します。本当にたまたま話しかけられて、話の途中で人種だった方ということが判明しました。よって事前に映像や音声の調整をするまでもなく、音声のみを収録、聞き取りづらさや手ぶれなどはご了承ください。四十九穴ってどういう意味なんですか？四十九日ですか？子供の時は四十九穴、四十九穴っていう。四十九穴。だけずって言い出したけどね。だからもうあれは変わってなくて、ちょうど岸がこう、ああいうところまで全部ここ田んぼやったからね。あ、全部田んぼだったんですね、この工程が。ええ。だって高いところが、そこにうちらを書けなくて。事実さんですか？失礼しました。すみません。その上に学校が、ちょうど青年学校っていうのが、昔の知ってますか？青年学校ですか？多い都市中学青年ですよね。中学に行かない人。ここにはずっとそういう人たちが来る。あったんですよ、上までね。今回あった桜木がこれ大きいのがあったけど、校舎が全部切った質から。あれですか、なんか、すみません、幽霊が出るとか、そんな噂とか、そういうのはないですか？だって、私がちょうど、小学校2年の時で5つ違いの弟を産んで、今回、僕後に逃げてきよったんやけどね。助かったんですね、それ、逆に。もう、守ってくれたみたいな感じですよね。だから、そういうことはなくて、みんな、さっき下に、今、桜木の向こう側にありますね。あの辺に僕を掘って、そうなんですね。掘ってここにあったんですけど、こっちらには古墳とかあると、要はなんかたたりがあるみたいなことを言って、あんまり人が近寄らないように、人が来るとこう散らかしたりするじゃないですか、そのためにこう本用にするためにこうたたりがあるみたいなことをわざと言ったりとか、そういうのするだけですね。の方よくあるんですで、土器がやっぱりあった。土器があったんです。いいですね、最高ですね。こう田んぼでずっと全部
幽霊はそんなのないですよ。なんか不思議な体験をしたとかそういうのはないんです。いや、ないんです。いつもなんかこういうとこ行くと地元の人に聞くんですよ、そういう話。ほとんどないです。なんかそのそれだったらラストブランドです。他のところはみんな、まあ、国道沿いとかあるけどね、シートがブランド使うよか。そうですね、明るい雰囲気ですもんね、なんかね。だから昔、あれに戦争中は名材食全部ぶっかけとったんです。あ、そうなんですね。落ちてしまってね。ああ。だから、あの数は変わってないはずです。色は白くて綺麗じゃないですか、なんか石膏というか、なんかやばいから、もう自然にあの色なんですか。はい、あ、そうですね。した分が全部落ちたですね。なんか芸術作品みたいになんか近くで見ると、私も水墨絵やってたので描きました。すごいですもんね、近くで見た時のこの迫力というか。あ、じゃあこの山の向こう側にも同じような感じでいっぱいあった。余計じゃないと思います、ね。いっぱいはないってあったってです。お嬢様みたいなその石器とかね。石のなんか作った。言うたのを聞いてます。多分加工しやすいというか、石が削ったりね、磨いたりしやすいやつだと思うんで、いろいろ作れそうですもんね。だからもう戦後はだいぶそこグリーンでなっとったけど、もう全然ついてないですよね。表を迷彩で緑と入れ塗ってて、貴重なお話ありがとうございました。すいません、とてもありがたいです。どうもすいません、失礼します。ご視聴ありがとうございます。後ろの古墳専用の駐車場がないので、近所の方がご好意で別の場所に駐車しました。もともとは古墳だと知られておらず、石像が祀られていたそうです。江戸時代に古墳であることが判明しました。この辺りは遺跡が多いです。さて、それでは、これは切り株ですよね。かなり大きいですよね。実は Google Earth にて伐採前の木を確認することができます。伐採前の木、大分市支援の名木ムクの木、環境庁日本の巨樹巨木林九州沖縄版によると、高さ20メートル、範囲5メートル、樹齢300年以上だそうです。かつての大きさが思い起こされますよね。神固め公民館、さて登ります。階段を上りきり、ここから振り返るといい見晴らしです。古代の人たちも見渡したんでしょうか。遺跡を目指して先に進む裏山が気になる。
いよいよ石室に近づきました。巨石右側、巨石左側、左右に巨石で一緒の門みたいになっていますよね。石像が並ぶ。これが祀られてた石像でしょうか。仏っぽくなく武人系ですよね。牛園古墳よりも1000年ほど後の遺跡、明光陵の石人像を思い出しました。巨石を積み上げた造り、これを人の力だけで作る凄さ、すごいですよね。構造的な特徴は横穴式石室の中に石棺があります。しかしまあ個人的にはこれがとても気になりました。船頭が一枚の板のようないし、特徴的ですね。石室の船頭の多くは土だったりします。大きい石がドンと一枚あるのは珍しいです。手動で一枚の大きい板石を作るのは難しい。こんな感じでこれが気になり調べ続けていました。そこで何かヒントはないかと近辺が気になり調べてみると、近くの大床神社、近いしおそらく古代は盗賊が治めていたのではないでしょうか。止めてて大丈夫です。すいません。大床神社は森の中にある感じですよね。大床神社から移動すると牛戸の古墳はかなり近いです。大床とは浜床とも呼ばれています。どことなく牛戸古墳のあれに似てるなと。天皇陛下の即位の礼で使用されていた高見倉にいて、こちらも浜床と呼ばれるそうです。阿蘇草壁吉見神社の浜床、まあ読みが違って浜床なんですがね、基本的にはもう同じものに、あり方としても存在しています。夏季大祭の時に神社を出た神輿が一時的に休み神事を行う仮の宮、この手前の部分も浜床感があるんですかね。浜と聞いて思い起こすのは浜屋の浜とか、鉄枠で入り口を塞いでいるのは板の破損を防ぐ役割もあるんでしょうか。奥には玄室と家型石棺、ここに一個仕切っている石がありますよね。しっかりと
鉄柵で補強されていますよね。耐震構造を考えてのことでしょうか。金はなんて説もありますが、冗談です。ちょっと似てるかなと。すごい遺跡を作った人たちはどんな人たちだったんでしょうか。大徳神社に行った時にご由緒の看板がありました。ざっくり言うと、恥氏の末裔が大徳神社の礎を作ったそうです。看板には図志氏と読み仮名が振ってあるんですけど、一般的には恥氏とか恥氏と読まれるんですよ。で、これが正しいとか正しくないとかそういう話ではなくて、この地域ではそう呼んだかもしれないし、貴重な資料だと思います。牛園古墳も古墳や埴輪を作る技術者集団が本気で作った力作なんでしょうか。この上には、墳丘、円墳があったそうです。現在はちょっと割と削れてるみたいですね。境内でよく気になったんですが、なんかこの社殿の裏から呼ばれてるような感じがちょっとしたんですね。で、そこで行ってみたところ、またこの遺跡がですね、横穴があってですね、これって前回の記憶伝説の動画でもね、最後は行き着いて紹介させていただいたね、この遺跡ですよね。で、大徳神社も古墳の上にできているという説があるそうなんで、何らかの遺跡かもしれませんね。時代としてはだいぶ後のもの、現代に近くなると思うんですけど、このようなお堂があってですね、もう本当これに驚いたというかですね、ちょっと実際に現地で見るとなんか相当ゾクッとしたというかですね、本当にね、こういった形ですごい石像があったですね。ご視聴ありがとうございます。千代丸古墳、6世紀後半から7世紀初頭に築造、直径約15メートル、高さ約4メートル程度の円墳です。文化庁国指定文化財のサイトにて気になる記述があったんですが、南北の方向に築かれたる前方後円墳にして周囲及び上部削平せられ、著しく旧形を損せり、今や横穴式石室のある円墳として伝わってますが、元は前方後円墳だったんでしょうか。周囲を山に囲まれた地形、石室裏側の墳丘にて大きい石があります。奈良県の石舞台古墳にいて大きな天井石があります。おそらく同じようにこの上に大きな石があったかと思われてます。先導のこの辺り、こちらの木は今は伐採されてますが、ふさふさした時期があったんですね。周辺の
特徴的です。 Google Earth で確認してみると、防御性の高い山に囲まれた地形、山の間を通る道であれば侵入者を確認発見しやすいですよね。主に北側、山を背にする山があることで侵入を防ぎますし、発見も早いですよね。手前に川があり、船で川をたどれば海に出ることができます。福岡県の太宰府を防御する土塁、663年白月の夜の戦いで当新羅連合軍に敗れたことをきっかけに、九州の防御を強化するために作られました。こちらはトラックの大きさ、比較で巨大さがわかるかと思います。自然地形を活用した土塁、長さは500メートル、都市を防御するために土塁城壁を巡らす方法は古代の東アジアで発達、ラジオと呼ばれたそうです。古代クタラの首都にあったプヨラ村、以前からこのプヨが個人的に気になっていました。なぜならこちら大分にもウニョという場所があります。名前が珍しいので以前から気になっていましたが、向きを変えると地形がそっくり、試しに大分出身の人にプヨナ村の地図を見せたら、白村港を大分川と言っていました。同じような発想で開発されたんですかね。山や川の防御性を考慮するとか、この辺りは古代大分の遺跡が集中する地域、フルゴーと呼ばれる一帯です。動画の冒頭で出てきた千代丸古墳との位置関係近いです。ちなみに福岡の土塁から自動車で30分ほど移動したあたりに大分八幡宮という神社があります。福岡県飯塚市です。神宮皇后が三冠征伐に出向いた軍を解体した大別れの地、大分の地名の起こりとも言われているそうです。裏は古墳だそうです。さて、いよいよ本題の千代丸古墳へ。これも何かの遺跡の残骸ですかね。青空が気持ちいい。看板の解説や周辺地図がちゃんとあるのはポイント高いです。古墳は看板などの設備が何もないことの方が多いです。現室の前の門は両袖式、船道が結構長いですね。船道の右がかなり大きい石がありますね。左側もかなり大きいです。ベンガラの痕跡がありました。こちら側に、かなりくっくりと残ってるのがあって、これを見つけた時は感動しましたね。奥の壁にもベンガラの跡があって、かつては全体的に赤かったことが分かります。棚石にもベンガラが。ベンガラは神道だと前家の主で、日の丸の赤い丸も
古墳のベンガラという説があります。この石室の特徴として奥行きから水平に突出した棚石、棚石を持つ古墳は珍しい。当時特別な古墳だったことがわかります。この棚石を現代での機会はなく手作業で作るのは難しいですね。立派な棚石の下に師匠、呼び方もすごいですが雰囲気もすごいものがあります。ここに遺体が安置されたそうです。石棺はありませんでした。こんな感じで埋葬されていたんですかね。遺跡の規模や構造から沖田平野を代表する首長墓と考えられています。ここは線刻画の装飾があるんですがなかなか分かりづらいのでなるべく分かりやすくお伝えすると、石段の前面には三角形、四角形、人物、動物の線刻画があります。現在の状況、このようにじっと見てるとこの矢印のところあたりに線があるのがわかるでしょうか。これをまあ古代の人たちが描いたというところで、三角形は縦穴住居という説や山という説があります。その点人の位置を見るに山のように思えるんですかね。ペトログラフに無理やり当てはめてみると神、三角形ですからね。まあこれがですね、iPhone じゃ撮れなくてあと高倍率のカメラでですね撮ったんですけど、まあ、なかなかちょっと中に入らずに撮るのは非常に難しかったなというのはあったんですけどね。本当にこれを見るとですね、アイルランドの石墓とか教師塚古墳とか、こういうなんか史跡墓をですね思い起こしますね。まあこの浮き上にある大きな石がですね乗ってたんだろうなと、元々の形が気になる古墳です。今回の映像は4月に撮影をして、それからいろいろと調査を重ねてやっと動画にすることができました。ご視聴ありがとうございます。今回はゆっくり一人旅、プチ冒険な感じで行ってみたいと思います。実験的な動画となりますので、もしかしたら削除するかもしれません。なのでもしよければ最後までご覧ください。字幕とかもですねなるべく入れないようにしてですね、なるべくちょっとこう見てる方がこう没入できるというか、まあ、本当に今紅葉も綺麗で、この日はまあ晴れていたんで、青空も綺麗な日でした。今回は、大阪大塚古墳ですね。大塚古墳というのがこのまあ九州山地にあるのを、なんか別のことを調べてたまたま知ったんですよ。なのでちょっと私もですねこの時はどこにあるのかなというのを探しに行ったような感じでもあってですね、でこの大阪神社というのがあるのは分かってて、この近くということ、これの右側という話だったんですね。で実際にこうやって来てみると右側今空間というか畑みたいなのが見えましたけど、でこっち側見るとですね、こちらはですねまたちょっと違う道祖神というか
ね、ああいう石仏というか、あの仏像が見えたんで、ちょっとここではないのかもしれない。まあ、まずはですね、はっきりしているこの大阪神社にですね、行ってみようと思ってたどり着いたんですが、ここがまたすごい雰囲気があるというかですね、やっぱりこう歴史のある神社というかですね、逆にこう都会とかではですね、こういう感じの神社って珍しいとは思うんですけど、鳥居もかなりこれね、歴史のある感じで、まあ高さとかもですね、昔の日本人の方の平均身長に合わせてあるというか、かなり低かったりするんですよね。ここの参道もまた独特というかですね、まあこれだけ綺麗にですね整備されて、今もおそらくね、この神社の宮司さん、神官さんであったり氏子の方もね、ここでいろいろ手入れをしてると思うんですけど、すごいですよね。ここにもなんかまあ神様のおかげでこう健やかな穏やかな日々があることをなんか感謝しますみたいなことが書いてあって、なんて言ったらいいんですかね、こうしみじみするというか、こう心がですね、こうスッとするようなですね、すごいなんか爽快な雰囲気があり、まあおそらく江戸時代ぐらいからここってあんまり変わってないというかですね、なんか現代的なこう補修というか改修というか建物があんまりされてない、まあしてないことはないと思うんですけど、コンクリになってるところもありますし、周りに、まあ、これ多分おそらく社務所というか、いろんななんか、まあ、辻塚とか入ってるんですけど、あとこういった石、まあ、なんか岩倉みたいなものがあったのかなというところで、だからもともとは、まあ、この神社の社、こんな立派な社じゃなくて、なんか石だけがあって近所の方がこう集まる集会場所的なものだったかもしれないですね。このやっぱ境内の両脇がきれいに整備してあって、何かここでまあお焚き上げというか焼いて札とか大盛りとかをですねなんかしたのかなという場所で、で、まあ、の灯籠がこれまたなんかね、歴史のある感じで立派なものがありました。でこの左横に入っていくと、まあもう右手に石垣が見えますけど、まああと、まあ、ご神木ですよね、神社に生えている木なんで、立派なものがいくつかありました。本当に雰囲気がいいですよね。でこの裏手側も、古代は何だったんでしょうね。もともとこの社ができる前というのは、まあ、やっぱここがちょっとこうね高くなってあって、活用されてたのかなというところですね。まあ、このね道に関しても最近、まあ、何十年か前でしょうかね整備されて、でこの御神木とかやっぱり何百年か経ってそうで、おそらくですねこういう脇に生えているっていうことはもともとあったというか、要は神社の社とかあるあたりの中に中心部とかにもし入ってたら切られてしまうん で脇になんかこういう形で残してあるということは、石垣よりも先に木ができてたのかもしれないですね。でこちらにすごいですよね、神様の森、先祖の住む森、人の輪、
これはまあ、ね、自然信仰と、まあ、先祖信仰、この2つがまあ神道の柱ですけど、そこでまた人の和という、和ですね、まあ、和国、古代和国ですね、かつての日本、かつての九州がまあやっぱり和国だったんじゃないかと、あの字がね、違いますけどね、ほぼ同じような意味だったのかなみたいな思うところがいろいろあってですね、ここもこの木の根が張って、実際歩くとちょっとこう階段っぽくなってるんですね、こう足が引っかかるというか、あの木の根が段差みたいな役割を果たしてて、結構これもなんか九州山地にいるとですね、遭遇するというか、でここもちょっと後ろが藪になってるっぽかったんで、まあ、割と普通はですね、こう後ろがこう折れた竹とかいろいろあって竹藪になってるんですけど、あの放置されたまんまの竹藪、大体こんな感じなんですよ、珍しいことはなくて、でもしかしたらここが前方後円墳かなともちょっと一瞬思ったんですね。なんかそのまあ形状が形が崩れてたりとか、あの藪で隠れてると形が見えないんで、だからここ入ってた方がいいかなと一瞬思ったんですけどちょっとさすがに、まあちょっと一旦落ち着いてですね、周りも含めて全体をもっと確認してからですねと思って、まあその前にこちら非常に立派なですね、しっかりした作りの、こういった形で祀られてありましたんで、まあ、これも相当立派な作りですね、しっかりした、で、まあ、現在の形がしっかり残っている、このなんか菊の門みたいな、上半分みたいな形の、ちょっとまた調べればわかるかなと思ったんですけどね、いろいろ。こちらもですね、祀られてあるんですけど、さらにもう一個、この脇にあって、さて、それでは一旦降ります。まあ一個一個あまり見入っていると先に進まないとですね結構気をつけないとこうカメラの充電が切れてしまったりとかですね、そういうことありますので、でまあさっきの前方後円墳かなと思った場所をこうやって横から見ることが、まあ、できるわけなんですけど、俺もなんかなんか見たことある光景だなみたいな、でこの後にそのこの遺跡に関する報告書が見つかったんで、その書類からですね、見ると、まあ、これ自体にはあんまり詳しくなんか書いてるものではなかったんですけど、やっぱりなんかその、まあ、この地域の、まあ、どちらかというと多分割と近世ですね、江戸時代とか、その辺りの時代のものなのかなという感じがしますね。まあ、さっきなんかね、祀られているところに文字がありましたけどね、あれをまた調べれば詳細に年代がわかるかと思いますが、で、まあ、この右側にはあの竹がね、積んであって、こういうのも割と九州山地よく見るんですよ。あの奥に、あったって、あった、こういう、あったって。私も思ってるところですね本当にですね、行く前に見たものっていうのはほとんど特に詳しいこと書いてなくて、なんか最高みたいなのが書いてあったんですけど、やっぱ実際来てみて、あ、本当ここ最高だなって思いましたね。このように看板があるっていうのは大きいですね。これ下手するとこういう看板とかないと確証が持てない時ってあるんですよ。
まだここはきれいに整備されてるんで形が分かりやすいんですけど、看板の内容をかいつまんで見ると、豊後大野市、三重町、6基あるうちの前方後円墳の一つで、詳細は分かっていません。残念ながら主体部については手がかりもなく、遺物も見つかっていない状態だそうです。古墳の形から古墳時代前期4世紀頃のものと推定されているそうです。とはいえ看板があることはとてもありがたいことで、これが本当になかったりすると、あ、ここかなみたいな感じのことをなんか思いつつもね、またちょっといろいろ調べてまた来ようかなと思ったりするんですけどね。まあなかなかこういうところに足を踏み入れるというのもですね、実際にこう一人で行くとですね、結構怖いというかですねなんか近くになんかイノシシとか猿とかいたんかもしれないですけど、ゴソゴソみたいな音がするとですね結構焦りますね。なんか立派な墳丘ですね、前方後円墳の後円部で、まあこう普段からこう遺跡を見て回っているとある程度こうすぐになんか判断できるというか分かるんですけど、まあどうしても人間なんでね、こう思い込みだったり先入観とかで判断してしまう面もあり、そんなちょっと危ないんで、さっきみたいに看板で確認して、あ、もう本当ここ間違いないなというとか、近くにね行ける人とかもしいれば、あ、でここにまたなんか吹石というか石が並んであってですね、この並びの石はちょっと新しいというか、通常古墳ってですね、もっとこう地中奥深くにべきですね、ああいう石のなんかこう並びが敷き詰めてあるようなものがあったりするんで、この表面に出てる場合というのは、おそらくまあその古代から出たまんまっていう場合もあるかもしれないですけど、やっぱ1700年も経過してると、こう雨とか風とかで土が運ばれたりとか、土がこう堆積どんどん積もってきてですね、本当最初の段階であったものは大体埋もれてたりとか、しかも結構な深さですね。この上に上がっていくと更新塔といって、この石碑があってですね、こうやってまあこういうところに上がるとですね、やっぱ古墳ってこう独特の感触があるというか、まあ、基本柔らかいんですね。要はなんか完全な自然地形でこう月日が経っていると結構硬いんですけど、この石碑がまたちょっとこうやって見ると不思議ですよね。こっち今字が書いてない方の裏面なんですけど、本当これがポッとこうあるだけでも結構神秘的な感じがするというか、まあ基本こうやって、まあ、上がったら見渡しながら、こちらが前方後円墳のところで、それが全長約40メートルですね。それが昭和47年に、指定されたと、かなり前ですよね。まあ、こちら側に文字が見えた丸い本字とかが入っているような御神塔ですね。大体同じような形の石があるんですけど、ちょっと形が違うものがあったりとかもしますよね。でこれがですね、墳の場合ですね、もともとが石棺に使われてた石がこの石碑になってるパターン結構あるんですよ。見て分かる通り、こんな大きい石がですね、そうそうないじゃないですか。大きい石って割とこう再活用というかされるんですね。なんでも
しかしたらもともとはちょっとまた別の石棺だったりとか別の形で使われてた石の可能性もあります。でこっちが今、まあ、後円部からこの前方部ですね、この前方後円部は、まあ、絵鏡型といって、まあ、なんか割と前方後円部の中では初期の方の形になります。でこれもなんか後進刀なんでしょうけどちょっと石棺の一部かなみたいなんですね。ちょっとあのね形やこう立ち方も違ったんでちょっともしかしたら違うかもしれないなというところで、まあこうやってね文字とかいろいろ確認はするんですけどやっぱり古いものってもろくなってることが多いので簡単には触ったりはもうやっぱりしなくてですね。でこちらなんかこの墳丘が陥没というかちょっとへこんでるの分かりますかね。でまあなんかこっち側がおそらく今右手に公民館があってですね古代は人が、この近くに通ったりとかなんか行ったこともあるんじゃないかというところですね。なんか段差になってますね。向こうのちょっとこの木の暗がりみたいなのがありますけど何とも言えないですけどもしかしたらあの辺から掘って土をここに運んできたっていう可能性もありますね。で暗がりのところでもともとはなんか畑とかやってたとか、まあ本当にこの日は天気もいいしこう、ね、空気もこう澄んだ感じ で今ちょっとなんかカメラがプリプリしているのはなんかですね勝手に焦点がですねこのカメラのアプリが焦点を勝手に合わせて何かを検出しててですね思うように動かなくなるんです。私が動かそうとしている方向とこのカメラが何か動いているものだったりとか光っているものとかですねなんか何かを検知するとそっちに焦点があったりするんですね。と私がこう動かそうとするののこう反動みたいな感じでこう、ね、動きづらくなってみたいな感じでなんか分かんないですけど目に見えない何かを捉えたと考えるとも夢があるんですけどちょっと分かんないですけどまあいわゆるまあこう超常現象的なものを全工程全て肯定するわけじゃないんですけどやっぱりそういった電磁波的なものとかですね何かが発生したりしてたりする場合というのはやっぱ今時のねこうデジタルなカメラというのも電気のものなんで反応しちゃったりする可能性はなくもないらしいんですよ。内側で何かがいらっしゃるかなみたいななんかねなんかあるかなみたいな本当にリアルになんかがねお猿さんとかねイノシシとかいたんだそれはそれでなんか貴重な機会かな。右側がですねちょっと削られてるみたいですね。そういう意味では内側の段差というかあれは割と後の時代に削られたかもしれないですね。何とも言えないですけどね。けどどっちにしろどこからこの土をこれだけの量の土をですね、まあ隣に畑みたいなのがありましたけど、あそこを平坦にするとき、平らにするときに土を削ってですね、それをこっちに持ってきたという可能性もあるんで、まあいずれにせよ自然地形じゃない場合というのは。どっかから土を運んでこないといけないん で割とですねこの周辺が段差みたいになっててこうね明らかにこう僕の方一段低い感じじゃないですか。こういうふうになってるのも結構パターンなんですよね。九州山地のこういうまあ前方後円墳とか円墳がある場所とかで
割とこれ見る光景だなとは思いますね。おいしいもの、苔が生えてましたけど、なんか何かしらに使われてたものかなとちょっと思ったんですけどね。ここはまた削られたあたりですね。削られてると推測されるあたりですね、この端っこの。で、まあ、ここから、まあ、全体像というかですね、見えて、またこのね、木が杉だと思うんですけど、こうやって見渡すと、非常に立派で、だから、おいしいもなんか、なんだろうなと。まあ、表面にあるということは比較的新しい可能性ありますけど、ね、でこういう木が割と同じような間隔、間の距離で空いてる場合っていうのは、まあ、整備されてる人の手が入ってるところですね。本当に自然な、あ、またここら辺でもなんか何かを検知してですねあのカメラが焦点勝手に合わせようとしてですね、私の動きと相反してこうガクガクしちゃってるあたりですけど、いや、もっと本当こんなね、あの竹やぶみたいに本当は荒れた状態になったりするんですよ。それはまあ割と整備さ、割とというか立派に整備されてますね。これだけ綺麗に整備されてあれば、まああの県指定の、県庁指定の、あ、県教委ですね、指定の遺跡なんで、まあやっぱね、ちゃんと大切にされていますね。非常にいいですよね。まあ、なかなか、どこもね、その、あったからといって、そういう県の指定を受けれたりとか、あの整備されているようなものではないんですけど、やっぱりこのもう長くね、古代から大切にされてきたんだろうなってことが分かる、もうね、表に出てる石にしても、そこを誰が並べたかまあ分かんないんですけど、なんか、ね、やっぱこうちゃんとね、整備というかしようと思って、そういう古墳を大切にする気持ちで並べたんですよね。まあ、ほんと、こういうところに来るとですね、まあ、さっきもあのカメラがちゃんと動かなくなりましたけど、ほんと怖いんですよ。で、なんかあの風が今出てますね。この日あんまり風なかったんですけど、なんかところどころなんかこう、ね、こう風がこう、わーっと来るような、ちょうどこの出入り口のとこだったんで、帰らないでくれともしかして言ってるのかなとか思ったりですね。で、またここが、石の種類がちょっとまちまちなんですよ。そこは気になりましたね。ある程度そういう古墳に使われるべきって大体同じ種類だったりと、まあ、こういうふうにもよるんですけど、ちょっと違うのが入ってるかもな、みたいなところですね。だから、後々の時代でそれがそうなったのか、もともとここは混ざってるのか、わからないんですけど。でですね、まあ、今、一旦上がって、まあ、要は前方後円墳の鍵穴型だとすると、その鍵穴の上の部分から下の部分に行って、またちょっとこう戻ってきた感じなんですけど、ここの奥にですね、何かあるなというか、それこそあの、ここの古墳の報告書に、まあその近くに、東側に塚があると、その塚との関係は不明ということが書かれてあって、まあ、この古いお墓とか、甲信塔の感じからすると、おそらく、まあ、近世、江戸時代ぐらいですね。なんですけど、あの、これ真ん中ら辺の横たわってる石がちょっと石岩っぽかったんですよ。なんか甲信塔が、まあ、倒れたものなんでしょうけど、とか、あと、まあ、こうやって本当、
更新塔が立ってるのもやっぱいわゆる、ね、世界の遺跡でメガリスとかモノリスとか言いますけど、あんな感じの雰囲気ありますし、本当これがなんか石棺かなみたいな、ちょっと更新塔と、あ、まあその上に乗ってるのは更新塔っぽいかという、一番下の石に関しては石棺っぽいなと思ってですね、気になりましたね。で今度は逆に後円部の、後ろ側ですね、まあ、大体この辺に集合といったの、堀みたいなのが、堀ですね、要は何だろう、現代的な道路でいうと、なんか水路みたいなのあるじゃないですか、上に鉄の網じゃないですけど、枠みたいに乗ってて、下こう水が流れてるような、道路の端っことかにあるじゃないですか、なんか、ここもまあその、堀が、まあ、堀の役割というのは、まあそういった、山水を流したりとか、やっぱりそのセキュリティ的な意味で、まあ、そこが境界線というか結界じゃないですけど、遺跡と普通の土地の区別をしていく、まあ、今だとちょっとこの葉っぱとか土とかで埋もれて見えなくなってる感じですけど、平成22年に調査が行われた時にはその堀が確認されてるんですね。であとその石が敷き詰められてあったところとか、やっぱ石がですね確認されたあとですね、で、まあ、本当に非常に綺麗な形 でやっぱり力から見た方が大きく見えるというか、それはどういうことかっていうと、さっきの後円部の鍵穴の丸の部分ですね、見上がってちょっとほら陥没してるところとかありましたけど、なんか南と北で大きさが、あ、高さが違うらしいんですよ。で高さの差があると、こう今見てる側ですね、こっち側から見るとより大きく見えるというなんか効果があるそうで、それはまあおそらく考古学やってる人だと、やっぱいろんな古墳とか見てて、あ、ここもこうなってるな、みたいな感じで。で、まあ、こうなってるってことは、おそらくその高低差によって、より古墳を大きく見せたりとか、そういう役割があるんじゃないか、みたいな。で、この前方後円墳が、まあ、いわゆるランドマーク、こう、地上の目印みたいな、感じだったんではないかって。でまたちょっとさっき戻ってきて、ね、こうやってもう一つの東側にある塚ですね、この後進島の方をこうやって見るとなんかすごいですね。これこそなんかちょっと 超古代文明といったらあれですけどすげえなみたいな、なんかボーンと立ってたら、やっぱ何にも知らなくて見たら、ちょっとなんか、おっと思いますよね、なんか。まあ、そうやってこう、まあ、実際に人がいなくても、人がいた痕跡というかですね、まあ、昔の人とかこう、ね、遠くからこう歩いて、他のところから来た人とかが、こうやってこう、前方後円墳とかあると、ここに、人里があるな、さっきの後進島があると、あ、ここになんか、村があるんじゃないかなとか、そういう判断がこう自然とできたというかですね、まあ今みたいにこうコンビニとかスーパーとかないんで、こう食べるものもなくこうずっと歩いてきた人とかも、ああやっと着いた、ちょっと水飲ませてくださいじゃないですけどなんかちょっと今の季節か柿とかね、ちょっとこれいただいていいですかみたいな感じで食べれたらありがたいでしょうか。まあ本当にそんな感じで、道端に生えてる柿の木とかね、この九州産地とかたくさんありますけど、あれは割とまあ今でいうとこの公共のものじゃないですけど、割とこう自由に食べたいとかで、看板に4世紀頃の古墳だということが書かれてあって、でこの三重町、この近辺に他にもですね前方後円墳があって、
本当にこの辺はいいところというか、まあ、あの文豪大野市ですね。大野市の王は大きい手字を使ってますけど、王の墓ですね。王って王様の王ね。そんな勇気を感じる場所でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。